やあ、せつなけいすきだよ。今回は箱庭の歌やっていきたいと思います。パートなんぼやっけな、37か、37。さて、話も一段落したところで、いよいよやることがなくなってしまったって感じ。前回のあらすじ、台風が近づいてきてるのでみんなが早々と解散しましたが、涼介と小鳥ちゃんに関しては残ってしまってるって感じ。涼介は気を失っとったけんね。失っとって、ちょっと、起きて頃にはもう台風近づいてるの状態だったけんね。電気が回復しないようで、テレビも見れないし、ゲームもできない。それどころか、暗くて本も読めないし、本当にすることがない。小鳥って普段家に帰ってから何してるの？敵を倒しに行く。あ、そうだった。つぐづく普通じゃない子だ。じゃあそうじゃない日は？テレビ見たり宿題やったり。現代っ子や、普通の子やな。お、普通だね。そう？うん、普通っぽい。ってその言い方もどうかとは思うが、まあ普通の中学生らしい面があると安心する。ああ本当にすることがない。悲壮感あふれたコメントありがとうございます。どうしよう。あー、選択肢が来た。久しぶりに選択肢が来た。セーブしとこう。あー、いつものスタイルでいこうか。いつものスタイルで、全部見ないスタイルでいこう。さて視聴者さん、どの選択肢を選びましょうか。しりとり、黙る、叫ぶ。叫ぶってなんの？叫ぶがめちゃくちゃ気になるな。なんで叫ぶんだいっていう。いきなり叫ぶことだけ、小鳥ちゃんびっくりするところだろうけど。視聴者さん、誰か選んでください。見たいのを選んでください。叫びましょう。やっぱり叫びましょう。男は叫んでなんぼじゃ。よし、叫ぶか。もうこの発想に至ったことがもうおかしいからね。うおー、ぬえ、そりゃそうなる。そりゃそうなるよ、小鳥ちゃん。ローすけ、どうしたの？あ、いや、ごめん。急に叫びたくなって。シャレにならんくらいにおかしく見えるわ、これ。大丈夫？ほら、大丈夫って言われるわ、そりゃ。もう頭がおかしいって意味で大丈夫って聞かれた感じじゃん。そりゃ、いきなり叫びだったらそうなる。うん、ほんと、ごめん。空気悪なった。することがない。どうせすることないし、ちょっと黙っていいよ。あ、ここで選択肢終わる、もしかして。だとしたら早いな、今回の選択肢。じゃあちょっと、戻ります。しりとりと黙るってあるんで、あ、せっかくやけん黙るの方を選んどこう。YouTube にアップするとき、しりとりの方を選択肢をくっつけてアップするんで、YouTube の方も見てね。しりとりは今回の生放送じゃ見ません。YouTube にアップするときに見ます。することがない。あはは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 はもうちょい何かないんか。ロウスケ、寝たの？それそうなるわ。ずっと黙っていると小鳥がこっちの様子を伺うような声を出してきた。ちょっと面白そうなので、そのまま黙っていることにする。意地悪やな。寝たのね。このままだと小鳥が寝ちゃいそうだな。僕は黙ったまま立ち上がり、その場で足踏みした。起きてるの？涼介？声に若干不安の色が混ざり始める。
ちょうどいい。こうしていれば小鳥も怖いかわかるかもしれない。せっかくだしもっと不気味さを演出しよう。どうすけ気のせい、気のせいか。どうすけ。するとこどりは携帯電話を取り出してその怒りを僕に向けてきた。まぶしどうしたの。それはこっちのセリフ。りょうすけ、今変だった。え、そんなことないよ。僕は黙って考え事をしてただけだけど。本当に？今まで僕、小鳥に嘘をついたことないし。そう。これはなんかおつな展開ですな。消せない顔で、また床に座り込む小鳥。ゼトーブラーアオドッキリ番組みたいになってきましたよ。また小鳥が携帯の画面を向けてきた。どうしたの。まあ、眩しいよ。今、変な声聞こえた。どんな声？なんか、ゼットン、ブルルーっていう。ほんと？僕には聞こえなかったけどな。え？納得しない様子で、小鳥はまた元の場所へと戻っていった。危ない、危ない。笑いをこらえるのに必死だった。これも全部小鳥のため。そう、小鳥のためだし、心を鬼にしてやり続けるしかない。さて、次はどんなことを言おうかな。そんな風に次のネタを考えた。その時だった。キュラララン。え？急に窓が大きな音を立てた。誰か来た？明らかに風の音ではない。りょうすけ？ま、窓の外、な、何かいる。心臓が破裂しそうなほど大きく高鳴る。あまりの恐怖に腰が抜けてしまったのか、立つこともできない。心霊現象を演出しようとしたら本当の心霊現象が起きたパターンのやつ来た。雨風による停電がもたらした闇のせいで窓の外は全く見えなかった。すると小鳥が立ち上がって携帯を片手に窓の方に向かって歩き出した。小鳥、あ、危ないよ。大丈夫、敵じゃない。敵じゃないとしたら動物か人間か、どちらにしろ安全とは言えない。窓際にたどり着いた小鳥はゆっくりと窓の外へ携帯を向けた。あれこれ、見たことある、見たことあるな、これ。え、見たことある人だわ。いやー、停電が復旧してようやく電気がついた。なんであんなところに立ってたんですか。いやー、暗くってさ、どこが入り口か分からなくなっちゃったんだよね。物音の正体、大野さんがタオルで頭を拭きながら答える。やっぱお前だったか。お前タイミングのいい時に来るな。お前いいな、お前。大野はなんでここに来たの。え、ああ、イーナスちゃんにさ、前ら迎えに行けって言われたね。この台風の中わざわざ来てやったのだよ。そうだったんですね。あ、別に怖かったとかそういうんじゃないですけど、まあ、ありがとうございます。これで、ようやく家に帰れる。ほっと一息、僕は胸を撫でおろした。車、どこに止めたんですか？
何のこと？え、ひなさんに言われて僕らを迎えに来たんでしょ？うん、そうだけど。え、車は？は？え？はい？小手ちゃん何そのボケ、ちょっとボケ入れてきてんじゃないよ。大野さん、もしかしてこの台風の中どこでここまで来たんですか？まあな、結構大変だったぞ。すごいな、と大野さん。どこで来た割にはやほとんど濡れてないな、その服。いやいや、それ意味ないじゃん。迎えに来た意味ないじゃん。そんなこと言われてもさ、車の中に入れっぱなししておいたの、免許証をね。そしたらリナちゃん、その車に乗って出かけたんだもん。あー、しょうがないな。俺自動車の整備士やけんさ、新入社員やけど自動車の整備士やけんさ、免許携帯せずに乗るっていうことを見て見ぬふりできんタイプなんよな。そういうところ真面目なんでね、意味がない。そう、意味がないやけんな。あんまり意味がないやけんな。イマジンや。もう俺運転しちゃダメじゃん。つまりそういうことなんだけど。はあ、車ないのに無理してここに来る意味、理由あったんですか？あるよ、あるともさ。っていうか、あるって言ってくれないと俺マジへこむわ。いや、俺らやって期待してぬか喜びさせられてマジへこむわ。はあ、まあでももうすぐ雨上がるらしいからさ、心配せずとも OK だぜ。そうなんですか。はあ、よかった。あ、そうなんだ。ということで雨が上がるまで3人で過ごすことになった。うん。被害者が1人増えた。っていうかさ、できれば小鳥ちゃんと2人きりでおらせてほしかったのに、なんで大野さん入ってくるん？なんで大野なんだよ。あ、よりによって大野なんだよ。3人目、音がないと寂しいのでテレビをつけようとリモコンを探していると、涼介、ギターを持った小鳥が僕に話しかけてきた。ギター持ってきたんじゃ、弾けというのだな貴様は。小鳥が何を言いたいのかは分かる。弾けと？あ、その笑顔。おう、弾けって顔、その笑顔の裏に弾けってめちゃくちゃなんか強く言ってるような気がしますね。こっくり。まあいいけど。え？何、ロースかギター弾けるの？ちょっとだけです。マジで？俺生演奏で聴きたい曲あるけど弾いてくんない？楽譜なきゃ無理ですよ。それに楽譜あっても簡単なのじゃなきゃ無理です。大丈夫だって、超簡単だし。うん、じゃあとりあえず弾いてみてください。あれだよ、あれ、あのカビキラーってやつ。カビキラーってやつ。チョイスよ、博多の塩みたいな感覚で言いやがって、お前カビキラー。しかも効果は面白かったね。カビキラーってちゃんとなったもん今。シングル、弾くとか弾かないとかじゃない。なんだよ、弾けねえのかよ。なんでそれを生演奏で聞きたいって思ったんですか。そんなに大野さんカビ嫌いなんか。本当どこからその発想出てきたんやろうね。かっこいいじゃん、あれ。かっこいいんか。大野さんあれだろ、なんとかキラーとかいう名前がついたらかっこよく思うやタイプのやつだろ。要するに子供みたいな発想なんだろ。ウルトラマンキラーみたいな感じでさ、キラーがついたら何でもよしのタイプだろ。はあ、子供っぽいな、やっぱり弾いてる。あ、これだいぶ前に弾きよった時と同じ曲が流れようやな。母さん母さん、化粧が濃いのよ、そうよ、誰も見てないのにね。
いつも通り適当に考えたコードを弾き始める。大野さんはトイレに行ったので、室内は僕と小鳥の二人だけだった。おそうなら今、小鳥はじっと僕が弾くギターを黙って聞いていたが、絶対こんな声じゃないけんな、小鳥ちゃんは。勘違いしないでね。しばらくしてからギターの伴奏に合わせてメロディーを口ずさみ始めた。綺麗な声、鼻歌程度に口ずさんでだけの歌は、普通なら雨や風の音にかき消されてしまうはずだった。でもなぜかその時はやけに僕の耳に届いてきた。音色が室内にくだまする。ギターを弾きながら僕はふとある思いかられる。この曲をもしちゃんと作り終えたら小鳥に歌ってもらいたいな。弾き終わると雨や風の音が戻ってきた。うんうん。小鳥は満足げにこくりこくりとうなずいている。僕はギターを置き彼女に話しかけた。ねえ小鳥。え？小鳥が歌詞考えてみない？歌詞？うん。どうすればいいの？今口ずさんでいたところに言葉を当てはめていくっていうか。どんな？それを考えてみないっていう話。私が？うん。困惑気味の表情を僕に向けてくる。おっと、初見いらっしゃいです。箱庭の歌やっております。でも小鳥はこくりとうなずいてみせた。できるかわからないけど、ロースキがそう言うならやってみる。あ、でも強制じゃないから、もし嫌だって言うなら。うん、やってみたい。そうか。その顔に嘘はなかった。何かに挑戦してみたいお年頃なんだね。そっか、いろいろわからないことがあったら言ってね。協力するから。うん、わかった。頑張る。さて、どんな歌が出来上がることだろう。急に作るのが楽しみになった。おお、二人とも雨上がったみたいだぜ。お、上がりましたが、大野さん。大野さんが部屋に戻ってくる。ようやく長い一日が終わる。あ、すいません、コンティニューコインもらっても多分それ使わないっす。延長するような生放送じゃないんでね。あ、8月入った。いつもよりか8月入ったよ。8月1日金曜日。台風が来た日から数日が経った。あ、数日経ってる。一気に日が飛んだよ。え、もう8月経ったかなって思ったらやっぱり数日も経っとん。え、その間のことがちょっと気になるけど、なんなん?なんで飛ばしたんだろう。ということで、今日は、いよいよ設営よ。みんな計画的に動きなさいよね。あ、そうか。文化祭の設営か。まだ文化祭はやってない。文化祭飛ばしたらさ、このゲームの面白いところ飛ばしとくことになるけんな。そりゃそうやな。ってことは特に、何も変わらずに過ごしてきたって感じなんやな。特に何もない素晴らしい一日だったっていう、僕の夏休みの日記の部分みたいな感じだったんやな。そう、最多祭前日、つまり準備日である。ほう、明日がとうとう最多祭なんじゃ。来たよ。機材やテントの貸し出しは午後からだったので集合時間も遅く、現時刻は午後2時半を過ぎ、少し過ぎたところ。急いで準備しなければならない。そうだぜ、好き勝手に行動せず真面目に準備するようにな。その言葉、お前にそっくり返してやるからな。こっちのセリフだ。最多祭は最多島で一番大きなイベントである。そういうわけで最多中学校は生徒だけでなく多くの地域住民でにぎわっていた。ん？ああ、私刹那圭介は20歳です。今年で21になります。大人も多くいて、そういう人たちは皆わざわざ休暇を取って参加しているらしい。もうそれだけ大きなイベントなんやな。さて、設営といっても僕たちは貸し出されているテントやテーブル、
その他必要なものを設置していくだけの作業だ。校舎内で天井するグループに比べると、外で出店を出すのはずっと楽だった。中にはお化け屋敷や迷路を作るグループもいるとのこと。定番やな。そういうグループはずっと前から準備を始めているらしい。そう、テント取りに行こうぜ。テントは2グループで共有して使う。隣のフレッシュジュース店フレッシュジュース店なんか気になる。そのフレッシュジュース店気になる。え、どんなジュース、え、オレンジジュースとかリンゴジュースとかいろいろタタに分かるジュースがあるんか。あー気になるな、そのフレッシュジュース噛むなこれ。フレッシュジュース店気になるなあ。そのフレッシュジュース店の手伝いの本も見せてくれんへん。手伝いっていうか準備しようところも見せてくれへん。知らんやつだとしてもさ、見せてくれへん。いや知らん人かもしれん。別にお前らと関わりのない人がやいよんかもしれんけど、見せてくれへん。めっちゃ気になるフレッシュジュース店のことの人たちと一緒にテントを買いに行き、協力して組み立て、その後テーブルや発電機も買いて戻ってきた。お疲れ様。伊月と歩は食材の配達が来たから受け取りに行ってくるって。そうなんだ。野菜ジュース的な感じ。ああ、野菜ジュースもあるかもしれんな。フレッシュっていうけん結構果物とかが多いんだろうなって思うけど。節税は伊月が取り仕切っているので勝手なことはできない。コナミたちのところ様子見に行ってみようぜ。あ、見に行ってみたいわ。占いやるんだったかな。私も行きたい。じゃあ行こっか。誰もいなくても盗まれるものもない。そういうわけで僕たち3人は森崎グループのところへ。森崎グループって言ったらなんか会社みたいな感じになっとるよ。うん。っていうかあいつらどこでやってんだ。しおりテントに置いてきちゃったからわかんないね。ああ、この辺じゃないみたい。え、なんでわかんの。ひよくの電波感じないから。あ、そうか、電波感じるとか言おったな。こういう時にめちゃくちゃ便利やな。はっ。と、とりあえず別の場所に行ってみよう。あ、廊下を歩いている途中あることを思い出した。どうした。そういえばこの前の台風の時、コナミは台風が来るから準備がなくなったって言っていた。コナミたち外かも。占いの館なのに。うん、多分。あ、そうか。あら、そうやな。中でやるんだったら台風でも準備できるよな。そう考えたら外か。あ、占いの館外でやるってもちょっと斬新やな。なんか新宿とかの占い師みたいな感じなんやな。新宿の母って呼ばれるんかな。なるほどね。まあいいや、とりあえず行ってみるか。外を目指して歩いていると、あ、先輩。あ、マリンちゃん、ちょうどいいね。ちょうどよく森崎と出くわした。こんなとこや、何やってるんですか。先輩たち外でしょ。いや、そっちのグループの様子を見に行こうと思って。むむ、スパイですか。出し物の種類全然違うからスパイする意味ないし。まあいいです、案内しますからついてきてください。そう言って外に向かって歩き出す。やっぱり外なんだ。はい、本当は室内が良かったんですけど、人数が少ないグループには貸し出せないって言われて泣く泣く外なんですよ。はあ、そうなんだ。じゃあなんで今校舎にいたの。ただのトイレです。よっしゃ、時間も時間なんでちょっとグループの方見れんかったんですけど、今回はここまでにします。 YouTube にアップするとき、これの選択肢のしりとりの部分見る、くっつけてアップするんで、 YouTube にアップしたときはちょっとチェックよろしくお願いします。というわけで今回ちょっとここまで。流星群とかめちゃくちゃ気になるワードが出てきておけど、ちょっとそれは次回に回します。というわけで今回はこの辺で、ご視聴おっとと、お疲れ様でした。いいねそれ、お疲れ様でしたか。というわけでまあそうやね、お疲れ様でしたで、今回はお疲れ様でした。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。しわげ
あ、でも YouTube でアップするとき、この後にもう一つくっつけるけ、あまり仕分けっていうか、ここで言っても意味ないんか。あなたと一緒に生きていく。というわけで、今回、選択肢、選ばずに終わった選択肢、しりとりの方を選んでいきたいと思います。生放送でできなかったんでね。てか、できなかったというよりかは、もう YouTube の視聴者特典みたいな感じで、YouTube 限定の特典みたいな感じで作ってております。しりとりでもする?なんで?なんで言われたんだ?いやー、暇だし。しりとりにすると暇じゃなくなる?どうかな?余計に暇を持て余すかもしれない。じゃあ、なんでしりとりするの?お前、哲学みたいなこと聞いてくんな。なんでしりとりするの?なんで人間は生きているの?みたいな感じで聞いてくるな、お前。ああ、いや、やっぱいいです。え?することがない。いや、しりとりやればいいやん。そんなこと言わずしりとりやればいいやん。同棲することないし、ちょっと黙っていいよ。来たよ。分岐終わるの早すぎだろ。いや、最短はさっきつが黙っておくの選択肢だったけどさ。早すぎだろ。もうちょい頑張れよ。しりとりのリーからね、みたいな展開期待しとったのに全然なかったやん。戦わずに終わった。ちょっとがっかりだよ。ちょっとがっかりだよ。ちょっと、しりとりをする選ぶ方の選択肢、見に来た視聴者さんおるかもしれんのぞ。これだけでがっかりやぞ。しょうがないや。というわけで、お疲れ様です。はい。文化祭ってさ、準備が一番楽しいって言うけど、今回の準備もなかなか充実した感じで進んできましたね。俺の予想だったら、最多祭も球技大会の時みたいに予想外なことが起こるんじゃないでしょうか。その点に注目です。